皆さんこんにちは、あかねです。今回は不動産で働いている方にご協力いただいて、私が賃貸のお部屋を探している場面を撮影させてもらいました。これは動画のために探しているふりをしているので、本当に探しているわけではありません。最後まで見てもらえたら嬉しいです。では始めましょう。すいません。はい、いらっしゃいませ。先日お電話で予約した田中と申しますが。はい、お待ちしておりました。はい、お座りください。失礼します。ご連絡ありがとうございました。いえいえ。一応、お話はお聞きしたんですけれども、はい、もう一度詳しいお話を伺ってもよろしいですか。はい、まず池袋駅から歩いて10分以内、はい、家賃が7万円くらいで、バストイレは別で、できれば2階がいいです。なるほど、わかりました。一応ですね、伺っていたお話をもとに、はい、事前にですね、選んでおいたんですけれども、はい、3件ほどですね、一応簡単にご紹介しますね。はい、まず7万円以内というところで、はい、なかなか池袋あたりですと厳しい。そう、正直ちょっと厳しいところもございまして、正直私が出した条件だといくらぐらいが相場なんですか。まあ、大体池袋でその一人暮らしでしっかりとしたマンションなりに住まわれたいということでしたら、大体8万円から9万円ぐらいを考えていただけたらよろしいかと思います。なるほど。7万円だと、例えばこちらのお部屋なんですけれども、家賃が6万2000円で、はい、管理費が6000円で、毎月お支払いいただく金額が6万8000円になります。はい、で、7万円なんですが、はい、まあ、例えばやっぱりまず広さですね、 14.9 平米、15平米なんで、だいたい一人暮らし単身用のお部屋が20平米ぐらいを考えると、おそらくちょっと狭く感じられてしまうのかなと。そうですね。はい、いうのありますね。しかも、あれですか、これ、バストイレは一緒。あ、一緒ですね。あ、はい。なので、このあたりの設備についても、なかなかご希望にかなうところが少ないのかなという気はしますね。わかりました。まあ、でも駅からは山手線で7分なんですね。そうですね。池袋駅から7分なので、十分歩いて行ける距離ではあると思いますね。まあ、なので予算が優先、そのご希望の予算内でということでしたら、一つ選択肢としては悪くないかなと思いますね。わかりました。はい、先ほどの、8万円からというところで、一つですね。家賃7万4千円で、管理費が1万円で、計8万4千ですね。のお部屋。で、こちらは、しっかりとしたマンションタイプで、面積も 21.07 平米。なので、広さ的にも十分だと思います。はい、バストイレも別。あ、本当です。別に、はい、ですね。なってますし、はい。あ、しかもこれって何階ですか？こちら5階ですね。はい、5階だ。さっきのは？こちら 2階です。はい、ああ、なるほど。なので、女性の方でも安心して、はい、住むことができると思いますね。はい。築年数もさっきのより全然。そうですね。新しいというか、比較的新しい感じ。そうですね。ですね。うん、なので、そのあたりはどうしても値段に差が出てきてしまっているかなという感じですね。ただやっぱりこう、例えばセキュリティのことだとか、はい、お気にされるんでしたら、これぐらいの、やっぱりマンションタイプの方が安心して住むことができるかなと思いますね。この2件以外に他にももうちょっと条件が合いそうなのってありますか？はい、一応3件目ですね。はい、こちらが私的には一番バランス取れてるかなと思うんですけれども、はい、お家賃的にも7万円、6万7000円と管理費3000円、計7万円ですね。はい、で、面積も23平米ぐらいなので、はい。で、こちらバストイレも別のタイプになっておりますので、ご要望に一番近いんではないかなとは思います。駅からも8分ですか？そうですね。ただちょっと1点だけ気になるのが、はい、1階っていうところで、はい、それがどういうふうにこうね、ご判断されるかっていうのはありますけれど、やっぱりなるべく2階がいいかなと思ってはいるんですね。そうですよね。結構女性の方だとやっぱり、セキュリティのこと考えて、2階以上っていう。セキュリティと私、虫が苦手なので。なるほど。なんか1階より2階の方が、
なるほど、そうですね。まあ、でも条件には合ってますね。で、家賃が 6.7 万、はい、管理費が3000円だが、まあ7万円ですもんね、はい。そうですね。で、お風呂とトイレも別。はい。あ、しかも二口コンロですか、これ。これそうですね。二口ですね。珍しいですね。はい。確かにこれぐらいの、だと。まあ、23平米、やや少し大きいっていうのもあるかもしれないですね。この3軒の中だと、多分これが一番広いですね。23平米。こっちが。そうですね。はい。そうですよね。まあ、なので3パターンちょっと3部屋でそれぞれ特徴があって、うん。まあ、予算優先のタイプと、まあ、予算は超えてしまいますけど、まあ、マンションでしっかりしたタイプ、はい、で、まあ、予算はぴったりで、まあ、池袋からも近いけれども、まあ、1階っていうところは、あ、悩みますね。やっぱ8万はちょっと厳しいですけど、はい、でも、まあ、一番理想ですね、はい、面積もそうですし綺麗そうですし、そうですね、宿泊ですからね、伊勢さん。そうですね。これってこの3件とも敷金礼金はかかりますか？ですね、こちらのお部屋は敷金がありますけれども、はい、礼金がないタイプですね。珍しいですね。はい、他は敷金礼金ともに1ヶ月ずつになりますね。はい。わかりました。この3件の中でエレベーターはついてないところってありますか？ついてないみたいですか？はい。ついてないの。こちらと、こちら、あ、こちらついてますね。失礼しました。こちらだけですね。はい。あ、でもこれは1階だから必要ないですね。はい。ありました。これってベランダはないんですか？ベランダないですね。洗濯物とかって。まあ、もし干すとしたら、室内、はい、に、その上にちょっと吊り下げるような、はい、紐ない、をつけて、あの、干すという形になりますね。これ、浴室乾燥機とかはないですかね？ないですね。あ、わかりました、はい。なるほど。すいません、あの、猫飼いたいんですけど、はい、ペット可の物件ってありますか？ですね、こちら、今回ご紹介したお部屋ですと、ちょっとペットの方は飼えないですね。もしペットを本当に飼いたいということでしたら、ちょっとペットを飼えるお部屋をもう何でしょう、絞って。なるほど。はい、探さないと、大体、そうですね、2割から3割ぐらい、もう部屋しか借りることはできない。ペット飼うことできないので。わかりました。ちなみに、この中でオートロック付きのマンション、はい、マンションとかお家はありますか？はい。オートロック付きになりますと、こちらですかね。なるほど。はい、先ほどの、まあ、しっかりしたマンションタイプの部屋は、はい、オートロックがついていますね。あと、収納ってどうですかね？ちゃんとありますか？クローゼットとか。そうですね。一応こちら、間取り図の方に書かれていますけれども、はい、この辺り CL って書かれているものとかはクローゼットなんですね。はい、こちらカタカナになってますけど、はい、クローゼット収納ですね。はい、こちらは、ここです、ね。あ、ありますね。はい。はい、ありますね。で、一応どれも収納収納ありますね。はい、ね。なるほど。収納あれば、はい、ね、あの、タンスとか、そうですね、棚とか買う必要はないので、便利かと思いますね。わかりました。ちなみにこれ、全部日当たりはいいですか？ですね。一応まあ、南向きのものであれば日当たりがいいと思うんですが、こちら南ですね。はい、なのでいいと思います。はい、で東、こちら朝。まあ日が入ってくる感じになりますかね。だから夕方は少し暗くなってしまうかもしれないですね。はい、だからこちらは北西なので、そうですね。どちらかというと日当たりはあんまり良くないかなと思いますね。なるほど。できればもう来月入居したいんですけど、この3件は来月から大丈夫ですか？なるほど、そうなんですね。ですね、一応こちらのお部屋と、こちらのお部屋は、はい、お部屋自体はもうすぐ入居できるようなお部屋になっています。はい、ただ、このお部屋ですね、に関しては、まだ入居中、今の入居者の方が入居中のお部屋なので、大体一応目安だと8月の上旬に入居、はい、できるようなお部屋になってますね。わかりました。ちょっとこれから今日この3件見に行きたいんですけど。なるほど、わかりました。これはまずは難しいですね。そうですね。一応まあこちらの2件は見に行けると思うので、この後じゃあ予約をしてみます。はい、で、こちら、もしかしたら、その同じ建物で他のお部屋が、はい、もう申し込みがあって、あるかもしれないですけど、見れるお部屋あるかもしれないので、はい、そちらも合わせて確認してみますね。わかりました。はい、じゃ
はい、少々お待ちください。はい、ありがとうございます。はい、この2つだと、ちょっとまあ、ついていないタイプになりますね。はい、わかりました。あと何質問しようとしたんだっけ。